9人組ガールズグループ NiziU の彩香が写真や動画で様々な表情を見せ、ファンたちを夢中にさせた。先月31日に NiziU の彩香は公式インスタグラムを通じて思い出たちという短い文とともに、様々な動画や写真を掲載した。公開された動画では、フィルムのコマが送られる加工を施しメンバーのマヤと一緒に V サインやハートマークなどのポーズを取る姿が盛り込まれている。楽しそうに笑顔でチャレンジする二人の姿に美人さんと称賛の声が相次いでいる。別の動画では何かを食べ、その美味しさに親指を立てるいいね。ポーズで食レポをしている。投稿のハッシュタグに絵文字が付け加えられていることから、その美味の正体はパンケーキだと思われる。さらに写真では撮影現場の束の間と見られるシチュエーションでのショットが続いた。青空を見上げたり、カメラに向かって笑みを浮かべる様々な表情でファンたちを魅了させた。何気ない瞬間の中にも彼女のスタイルの良さが際立つ写真の数々だ。一方、NiziU は投稿から一夜明けた本日、4月7日にセカンドシングルテイクAピクチャー、ポピン写金一重引用符がリリースされることが発表された。NiziU自身も出演しているコカ・コーラの新 TVCM に起用されているテイクAピクチャーと、ソフトバンクの 5G コンテンツ NiziU ラボの CM ソングに決定したポピン写金一重引用符という協力タッグの知らせに、ファン総称するウイソなどのキーワードが Twitter のトレンド入りを果たすなど盛り上がりを見せている。彩香の投稿を見たファンたちからも、次のコンテンツに関係しているのでは。と、SNS 上で期待や見解の声がそれぞれ出ていたために、今後の活躍にもさらに注目がこうまることが予測される。歌手ディフコヌー、少年院出身群免除疑惑が浮上。事務所側が否定悪質デマに強行対応。ママム、スッキリにリモート出演。フィーンが近藤春菜の似顔絵としてシュレックの絵を描くなど、場を盛り上げた。リンガジャパニーズ VER ウィパフォーマンス。涙そうそうも歌唱。NiziUのプロデューサー、JY パーク、今春就職する学生を対象に調べた理想の上司ランキングで5位に。ちなみに男性1位は内村光良、女性1位は三浦マミアナウンサー。